はい、どうも皆さん、こんにちは。こがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日使っていく武器はですね、こちらのね、T951 を使っていこうと思うんですが、この新シーズンにね、入って、なんかよくわからないパーツ等で、追加されましたので、早速使っていこうと思います。ちょっとこれね、ふざけてるわけではないんですが、まあ、ふざけてしまってるように、まあ、見えてもしょうがないのかなって思ってまして、こんな感じでね、作ってきました。これです。これが、究極の T951。最強カスタムバージョン。今回ね、追加された新しいパーツがですね、このベースの部分。ここにですね、レーザーサイトとか、あとはね、ライトとかつけることができるんですけれども、上と下はね、ライトとブルーレーザーしかつかないようになってますので、そこだけね、ご注意ください。で、あとはね、このベースにさらにね、くっつけることができるんですけれども、このね、バイオレットエヴァーガーデンが今なんとね、1万1000円とかで売られているので、こんだけね、ゴリゴリカスタム、まあ、バカタレカスタムしても、お値段なんと、14万円安い安すぎないか。ちょっとこれにはびっくりしましたよね、皆さんね。はい。この BV レーザーが今ね、買いなので、しっかりとね、買ってあげて、このね、T951 に4つくっつけましょう。基本ステータス、垂直91の水平74、エルゴノミが44で、精度が52。で、腰ダメ射撃が78の有効射程が90です。で、今回ね、新しいパーツとして、サンスコのですね、T951 専用サイトが、実装されました。さらにレシーバーね。まあ、このレシーバーは正直、まあ、色がですね、変わるので、なんだろうな、性能っていうよりかは、まあ、見た目重視で、ちょっと気分転換したい時にでも、くっつけてみてあげてください。はい。特には変わりません。まあ、変わるんだけど、まあ、そこまでね、値段ほどの、お値段以上のね、価値はないと思いますので、まあ、ここはですね、まあ、いつも通りでもいいんですが、まあ、でも今回こんな感じでね、新しいものを詰め込んだ、T951 使って、ノースリッチのホテル破壊しに行こうと思います。レッツゴー！はい、ということでですね、早速射撃場の方にやってまいりました。このサンスコさ、結構見やすいよな。まずはノンリコイルブ。いやー、T951 とかね、T03 っていうのは、ほんとね、まっすぐ行くんですよね。今までね、こう右に行ったら M4A1 族って呼んでいて、左に行ったらね、F2000 族。で、真ん中はですね、まあ、H416 族なんですよ。まあ、なので、このね、T シリーズは、まあ、H416 族と言っても過言ではない。ってことで、まあ、こんな感じで撃っていきましょうか。はい、強い、革新。これマジか。始まったな、これ。いやー、専用サイトね、マジで、いいわ、これ。見やすい。いや、普通にいいぞ、これ。うん。今までのね、サンスコと比べても、かなりですね、見やすいですね。しかもあんまり邪魔にならないし、これ非常にいいんじゃないでしょうか。今回4層貫通弾詰めているんですが、まあ、4層貫通弾ね、もう皆さん知ってる通り、貫通力44あるので、まあ、純 4.4 層貫通弾と言っても過言ではないわけですよ。これかなり強いですね。これ、レーザーさ、覗いてる時もね、反映されたら、まあ、めちゃめちゃ綺麗で良かったかなって思うんですが、まあ、ここ残念ポイントですね。このメンタルブレイクアウトの世界に、まあ、ハートをね、咲かせてあげましょう。これ見てください。ハートです。もうやっぱり愛が必要です。このメンタルブレイクアウトっていうね、過酷なゲーム。やっぱり敵をただ縛いてあげるだけじゃ、この世界はね、救われません。縛いた敵に対しても、慈愛の精神で、しっかりね、安らかに眠っていただくというか、まあ、お前にだったら物資くれてやるよっていう、そういう温かなね、世界を目指していこうと思います。はい、ということでね、秒速ハテナセンチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。ちょっとね、ツイッターを触っていたら、まさかの、マッチングしてしまったということで、いや、早かったですね。ちょっとまあ、このノースリッチが今ね、来てるのかもしんない。これテレビ局よりね、絶対早くマッチングしたから、ここはちょっと期待ですね。最近なんかやっぱりホテルにさ、ガチゴリニキがたくさんいますっていう報告いただくんで、ちょっと成敗しにやってきました。このノースリッチ。久しぶりだね。ここで湧きましたか。うん、なるほどね。まあ、どうしよっかな。いや、ホテル遠いな、これ。ここで湧いたらもうさ、無理でしょ。鍵開けるのなんてものは。
いや、ワキポジガチャに失敗してしまう。いや、どうしましょうか。とりあえずね、ライトとレーザーうるさいんで、一旦切っておきます。遠距離に切りね、バレないように立ち回っていきましょう。ちょっとマジか、ここで湧いたらもうさ、やることなくなっちゃうんだよな。下水処理場にね、やってくる敵をしばいてやってもいいんですが、まあ一旦まあ素直にこっち側行きましょうか。ダム脇とかさ、あとあっち側の脇がいるんですけれども、まあとりあえずね、そんなことは無視して、まあちょっとつ猛進スタイルで、もうまっすぐ進んでいきます。もうここはね、小細工なしの男のね、ストレートムーブ、まあ通称宿毛矯正ムーブとも言うな。髪の毛がサラサラになるんで、まあ皆さんね、あの癖毛に悩んでる人は、まあ宿毛矯正をね、検討してみてもいいのかもしんない。まあ値段は結構かかるんだけどさ、まあ大学生とかになったらね、ご自身でバイトしていただいて、で、まあ、あの、自分のね、悩みっていうのを一つね、解消してあげましょう。やっぱ、くせ毛ってさ、まあ、僕もそうだったんですけど、まあ、そうだったっていうか、今も現在進行形でそうなんですが、やっぱりね、なんか日によってね、その湿度によってね、あの、髪型が変わるわけですよ。だから、ま、結構やだよね、ボワーってね、なんか広がる感じ。まあ、それが好きな人もいると思うんですが、結構やっぱりね、みんなね、あの、くせ毛の人は、まあ、ストレートに憧れるというか、なんというか、待って。ワンちゃんいるこれ。は？来てるか？あ、びっくりした。普通にスカちゃんだわ。いやー、あんま銃声出してほしくないんでね。君は無視していこうと思いましたが、一旦な。ちょっと試し打ちさせていただいた。結構いいじゃん。精度52だっけ？まあ、52あればね、結構まあ、あの、狙ったところ当たると思うんで。今撃ったのが吉と出るか凶と出るか、まあ、間違いなく吉とは出ないでしょう。凶でしょうね、大体。撃たない方が強いからな、このゲームは。撃ってしまったら最後ですよ。もう諦めましょう、本当に。AX50 にしばかれて終わるだけです。対戦ありがとうございました。GG。いやー、まあ、ホテル見えてきましたけれども、まあ、行きましょうか、とりあえず。まずはホテルに向かってね、まあ、行くゲームですから、このノースリッチっていうのは基本的に。それ以外のムーブっていうのはね、もう許されないわけですよ。まあ、金策ムーブとしてはね、いいかもしれませんが、敵とは絶対接敵しませんので、やっぱあの、刺激が足りない。このゲームやっててさ、まあ何が一番いいかっていうと、敵をね、全ロスさせた時のあの脳汁。あれなんですよね、結局求めてるものは。自分がうまうますることも大事だけど、それ以上にね、やっぱ人を絶望させる。それが気持ちいいと。やっぱり人の不幸は蜜の味と。で、自分の幸せは蜜の味なんで、結局自分だけが幸せになるよりかは、相手を不幸にしつつ自分を幸せになるっていう。それが、まあ、いっちゃん理想のベベ。ちょっとマジでさ、T7 とかいねえかな。T7 艦隊さ、突っ立ててくんねえかな、その辺に。もうマジ、何かの間違いでさ、全員 T7 さ、落ちててくんねえかな。トイレ休憩行っててくんねえかな。そうすれば僕がそいつら縛いてさ、300万レイドできるんですが、夢の300万レイドしたいですよ。さあ、なんか目の前にはスカちゃんがいっぱいいらっしゃる。こいつらは刺激しないようにしましょう。あえて。ちょ、めんどくさいです。ここで刺激しちゃダメだ。一旦目を合わせない。こういう怖い人とね、あ、やばい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 。まずいまずいまずい。怖い人とはね、あの、目を合わせなければ、まあ、大体大丈夫なんで、目を合わせてしまうと、おいお前何睨んでんだと、何ガン飛ばしてんだってね、なんかとばっちり食らうので、ここは目を合わさない。まあ、スカちゃんもだから同じですよね。みんなスカちゃん怖いじゃないですか。な、怖い人とはね、基本的には今みたいに目を合わさなければ撃たれないので、覚えておいてください。マイクラでもなんかそういう敵いたけどさ、まあ同じだわ。マジで見てはいけない。見た瞬間に標的にされるから。とりあえずなんかホテルやってきましたけれども、いるかこれ。まあ、絶対いるわな。100% ワンパはいると思う。まあ、一回さ、ちょっとこっち側からね、入っていきましょうか。D 棟。ホテルの D 棟に潜入していきたいと思います。まずは、あの、シアタールームから開けていきましょう。あ？大丈夫かこれ。あ？ちょ、待って待って待って。怖い怖い怖い。来てる来てる来てる。あ、待って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 。嘘なんでも腰打ちをもう、ま、マジかよ。え？はぁ？いや、遅い。遅い。いや、マジか。もう最悪すぎ。嘘でしょ。もうやだ。嘘じゃん。ちょっと、なんで腰打ちお祈りゲーミングかませ、もう。
うわ、マジか。はぁ？終わったんだけど、普通に。え、なにこれ？え、マジっすか？ちょっともうや、もうマジ？もう、嫌いこのゲームが、ほんとにもう、クソゲーじゃねえか、ほんとガチで。もう、なんで貫通するの？おかしいでしょ、さすがに。はぁ、もうマジかよ。ひどいわ。いや、ひどいよ、ほんとに。え、待って。2発じゃ沈まないの？これ。この防具。え、4装備だよな。違う、これ。5装系。俺と同じ防具か、これ。俺と同じかな。なんか臭いな。5装2機。マジかー。いやー、もう最悪。最悪。あ、パソコンも泣いてるよ、ほんとに。もうマジっすか。おい、もう、ほんとに最悪だわ、もうこれは。いや、もう、メンタルブレイクです。バイ。